どうもジャンパパです。今日は YouTube のチャンネル登録者1万人達成を記念いたしまして、ささやかではありますがプレゼント企画をしたいと思います。詳しい応募方法などは XQTwitter の方でご確認ください。それでは今回プレゼントするものを確認していく。まず1つ目が AMD ラデオンの R9290X になります。詳しい性能などはこの後テストしてみたいと思います。ちなみに公式から発表されているベンチマークがこちらになります。参考程度に見ていただけると幸いです。そしてこれだけでは少し寂しいので、あと2つおまけとして追加したいと思います。まず1つ目がアップヒアさんの GPU サポートになります。鮮やかに発色する RGB 対応となっています。そして最後に 128GB の M.2 の SSD になります。ということで気になるグラフィックボードのテストをしてみたいと思います。まずはフォートナイト。設定の方はフル HD のパフォーマンスモード、実際のプレイに必要な 3D 解像度と描画距離の方は最高にしています。それでは実際にプレイしてみたいと思います。まずは降下中ですが FPS も90ほど出てますので、意外とサクサクプレイできています。続いて戦闘中ですが FPS の方も130ほど出ており、特に困ることはなさそうです。せっかくなのでもう少しプレイしてみたいと思います。古いグラフィックボードにはなりますが、意外と遊べるんではないでしょうか。それでは次にブループロトコルもプレイしてみたいと思います。こちらのゲームはもう久しぶりにプレイしているので操作方法を忘れてしまいましたが、とりあえずプレイしてみたいと思います。低設定にすればなんとか 70fps ぐらい出ているといった感じです。さすがに古いグラフィックボードなのでこの辺りのゲームは少し辛いのかなという感じがしました。それでは次にベンチマークも見ていきたいと思います。まずは定番のドラクエ10をテストしてみたいと思います。設定の方はフル HD の標準品質になります。特に画質の遅れや音楽の遅延などはないように感じます。それでは気になる結果の方がこちらになります。スコアの方が 23,840、 評価の方がすごく快適という結果になりました。続いては FF14。こちらの設定はフル HD の最高品質でテストしています。正直なところ古いグラフィックボードを使っておりますので、この辺りのベンチマークソフトは少し厳しいのかなと思いましたが、さて気になる結果は9990という結果になりました。ちなみに標準品質にした場合は16908になりました。続いては FF15。こちらの設定の方もフル HD の高品質となっています。じゃあ気をつけてね。それでは気になる結果がこちらです。3466と思ったより伸びない数値になりました。そして標準品質の方が5454と少しだけいい数値が出たような気がします。それでは次にブループロトコルのベンチマークソフトを回して終わりにしたいと思います。これが最後のベンチマークテストとなりますので、ぜひ映像の方も楽しみください。結果の方は3847と動作困難という結果になりましたが、低設定にすればまあギリギリ遊べるといった印象でした。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。プレゼント企画の詳しい応募方法などは X の方でツイートしておりますので、ぜひそちらの方をご確認ください。2023年の動画はこれにて終わりにしたいと思います。2024年もよろしくお願いいたします。